1日2日、3日です。今日はですね、あることをやりたくてここの桃田運動公園に来ています。ということで早速スペシャルゲストが来ているので呼んでいきたいと思います。スペシャルゲスト、27歳独身男性、井下元気です。ということで、あの僕のあただの玉なしの友達です。僕がやりたい企画があって、一人だと心細いので、あのスペシャルゲストに来てもらいました。で、今日のやりたい企画はビアマイル。で、多分知らない人も多いんですけど、1600m、まあ、海外じゃこう1マイルが1600なんですけど、 1600m をあのビールを飲みながら走るっていう、おそらく多分海外で結構やられてるんですけど、日本でやった人は多分まだ僕のこう知る限りいないんじゃないかなということで、それをやってみようという企画です。どうですか？いや、普通の走りじゃ三塚くんに勝てなくても、ビールを挟むことによって僕にも勝機が出てきました、ね、言いましたね。僕戦後ベスト3分46がベストなんですよ。僕4分4なんで20秒の壁をビールで打って、ビール飲むの好きなんですか？勢いで飲んでいきます。勢いでということで、公式ルールとして、ビールを一周最初飲むんですか？最初に飲んでスタート飲んでスタート、最初に飲んで1600スタートして一周ごとに飲んでいく。で、ここは今回 300m トラックなので、ちょっと場所は変わるんですけど、400ごとに1杯ずつ飲んでいく。で、本当は 350ml だけど、まあ、僕がそんなビール飲めなくて、めっちゃビール苦手なんですよ。で、全然はい入れられないので、ちょっと今回はまあ初めてということもあって250で挑戦したいと思います。ビール買ってきました。今回のビールはこれ、朝日チーム対キリンチーム。じゃあそれでは今日はディアマイル、やってみよう。いよいよスタートですが、今日の作戦は、今日の作戦はもうランに頼り切った作戦でいこうと思います。僕お酒多分そんな早くないというか遅いで、ちょっとそこでは差をつけられるかなと思ってるんで、もう疾走区間をもう全部もう1500のペースで4分切り目指して走るっていう作戦でいきます。名付けてのんびや作戦でいきます。頑張ってください。ガイス頑張ります。本日の作戦は、三塚くんがやっぱり最初勢いが良くて走りもいいと思うんで、僕は後半粘ってしっかりビールで追い込んで追いついて最後抜きたいと思います。はい、頑張ってください。ありがとうございます。それでは早速始まります、友達選手権決勝ビアマイル。日本人で初めての YouTube チャンネルによるビアマイルということで、好記録が期待されています。もはや日本記録といっても日本ではありません。その様子を今からご覧いただきたいと思います。それでは早速選手紹介から行っていきます。第1レーン、三塚孝也。 1500m 級団や 1000m ラーメンの挑戦経験もあり、レバーもビールも生が一番、やってみよう。今大会注目の選手です。第2レーン、井下元気。27歳独身男性。朝日しか勝たん。後半の追い込みに期待しましょう。行います。オンヨーマーク、バン。さあスタートしました、玉なし選手権決勝ビアマイル。両者勢いよくスタートしました。あー、きつそうな顔、一杯目とは思えないようなかなりしんどそうな顔です。早速ミスカー飲んだ、はい、木下もそれに続く。さあ最初の 400m がスタートしました。勢いよく飛び出ています。三塚がリード。あ、ここです。なんとここでビールを見逃して先まで進んでしまった。井下もそれに続きビールを見逃す。こんなことがあっていいのか。急いで戻ってビールを飲みます。めっちゃ崩れる。これは大きなタイムロスですね。まずここでもう三塚が入らない。井下がそれを見てぐんぐんと飲んでいく。2杯目になりいきなりペースが落ちたか。もともと普段から三塚はお酒を飲むのが遅いんですが、あの井下も飲むのが遅くなっています。待って、なかなか進むことができず、ここでやっと井下が飲み終わった。それに三塚も続く。ここで逆転した井下が先に 400m スタートしました。あー、三塚が吐きそう、走れない状態になっています。井下はどんどん進んでいく。ここでリードされてしまうのか。
やっと起き上がりスタート。その時にはイノシタはもう 100m 以上進んでいる。追いつけるのか。さすがのんびや作戦、どんどんミツカが追いかける。手前で取って大丈夫です。ここでイノシタが3周目のビールに入ります。やばい、めっちゃきつい。もう全然最初の勢いがなくなってしまった。ビールが全然入らない。ミツカもそれに続く。慣れてきた、慣れてきた。ここでミツカが慣れてきたと。何に慣れてきたのでしょうか。全然入っていないのですが、かなり苦しそうな表情です。お腹いっぱい。ねえ、お腹の問題、ゲップが止まんない。マジでもうカメラには映ってないけど、今失格との戦いしてる。もう少し勢いのあるレースになると思っていたんですが、なかなかの渋い戦いです。あ、ミツカが速い。慣れてきたとはビールを飲む速度だったのか。ここで先にスタート、グイグイ進んでいく。リードをつける。イノシタで遅れる。ここで3枚目飲み終わった。イノシタもすぐにスタート。追いつけるか。ここで 200m 近く差が空いています。イノシタは思いっきりペースダウン。ここでラストのビールに入ります。ラスト、ラスト、ね、はい。レース中の給水は全てがアルコール。体の酔いもどんどん回っていきます。なかなか入らない。いけ、全然入らん。ここでイノシタも追いついた。ラストのビールに入ります。追いつけるでしょうか。ビールで追い込む作戦と事前に言っていました。酔いも回ってきた。ビールが嫌いになる。やばい、ビールが嫌いになる。間違いない、ビールが嫌いになる。うわ、飲みたくないよ。飲みたくない、飲みたくない。ミツカはもともとビールが嫌いです。そんなに飲みません普段。もう飲みたくない、普段から言っています。吐きそう。ここでミツカが一気にビールを飲み出した。いった、最初のビールが終わりました。ラスト400に入ります。やばい、イノシタ完全に止まってしまった。もう3日の走りを見ています。ミツカ君頑張って。あまりのきつさに諦めた模様です。ミツカはそこからぐんぐん進んでいきます。ラストスパート、なんとミツカここで大きなゲップをかましてしまう。 YouTube 的にどうなんでしょうか。しかしこのままゴール。見事ゴールしました。この表情、普段のレースでもこの様子は見たことありません。やる種目じゃない、人間がやっていい種目ではない。頑張れ。ここでイノシタもラストの 400m に入った。頑張れ。ここでラスト1周です。ジョギング頑張っていきます。もう走っているのがジョギングです。完全にここでゴール。木下選手も無事ゴールしました。2人で熱い戦いを終え、友情がさらに深くなりました。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。マジで頑張った。もうね、本当に過去一きついぐらいの企画で、もう二度とやりたくないなと思いました。もう途中からあの勝負じゃなくて自分との戦い。もうなんか一瞬見たがりに、あ、やばいと思いませんでした。いや、もうなんか、わ、ビール250ってこんなきついんだみたいな。250なのに全然入らないで、これ350でやったらもう多分今日完走絶対できてない。もう今日本当に生きるか死ぬかの戦いでした。お疲れ様でした。タイムとか、はい、じゃあ今日の記録を教えてください。じゃあまずはミツカさんから。トータル8分57秒。僕10分59秒。これ速いかどうか分かんないけどね、比較が分かんない。比較が分かんないけど、世界記録とか多分調べたら多分めっちゃ速かった。もう意味が分かんないぐらい速かったんで、もう乗せないぐらいにしておきます。で、僕の作戦がランを頑張る作戦だったんですけど、ラップが1周目が68、2周目も68、3周目が66、おお、最後63で上がりました。トータル何秒だろう。1600を4分25。え、早い。26だよ。1600を4分26。戦後4分10くらいじゃないですか。めっちゃ走ってるじゃん。戦後4分10くらいで走れてるし、そっか。けどもう飲むのが全然、なんか
なんていうかな、簡単に飲めると思ってたけど全然入ってこなくて、もうご飯ちびちびだったもん、ね、もう走るとかどうでもよくて飲む戦いだった。どうでした元気先輩？僕ランだけど70秒、81、87、もう最後1分42秒っていう、あの作戦は後半粘る作戦だったけどしっかり後半ダウンしました。やば。いやでもまあね、なんかよくこの企画に手伝ってくれたなと思って本当感謝してます。はい、これ一人だったら気持ち折れてたよね。いや絶対僕一人だったらもうやめていい、やめていいって多分カメラマンにあのめっちゃお願いしてました。もうやめさせてくれって言って、でも元気先輩が頑張ってるからってか誘った側だしやらないといけないなと思ってなんとか走り切れました。まあ負けたけど三塚くんの感想に貢献できたところが良かったです。いや本当に良かったです。ぜひなんかみんなもまあ面白がてらあのみんなでやったらなんか友情やたら芽生えるし、本当にありがとうって感じで、まあ未成年はやっちゃダメだ、未成年はダメだけど未成年の方は三ツ矢サイダーマイルとかやってみてください。あの炭酸でやってもこのきつさ分かると思うんで、ぜひ楽しむがてらみんなにこんなクレイジーな競技でもやってもらえればなと思います。でもいかにこんなにきつい種目でも、まあ、やったら楽しいなっていうのはやり終わったら、まあ、達成感があったからね。そうね、この後またちゃんと飲みに行きましょう。楽しく飲みに行きたいと思います。じゃあ今日の動画を見てくださって皆さんありがとうございました。高評価、チャンネル登録、あと三塚たち頑張ったなって思ったらコメントまでよろしくお願いします。なんか揃えようとしてくれる。ありがとう。全然わかんない。それではみんなもビアマイル、やってみよう。バイバーイ。バイバーイ。